こんにちはガースーですすよろししくお願いします私の支持率が落ちてしまってるっていうふうに言うんですけどもご安心ください。立憲民主党の支持率よりははるかに高いですですので、えー、私もいろいろ反省してることころがあるんですけどもあの夜の会食を重ねてて3、えー、密を避けろとかあの5人以上は良くないとか、えー、そういうふうに言ってるくせに自分がなってないっていうふうにお叱りを受けてますけど本当に申し訳ございません。私ガースー 大変あのあの反省しております。ただ申し上げたいのは、えー、我々が行くようなですね、レストランは正直3密には絶対になりません、えー、広々した店内で、えー、席の間隔も広がってましてそして何よりもですね、スタッフとかそういうものもですね、えー、遠くで控えていらっしゃるって、えー、用事がある時だけいらっしゃるというですね SP も目を光らせておりますですから私ガース決して三密にならないようなそういう素晴らしい環境で、えー、食事をさせていただいております ですからあの8人とは言ってますけども皆さんが行かれるような居酒屋でおしゃれおしゃれして「ああ私ガスも昔苦労してた時はそういう居酒屋で食事をしたものです」「もう遠い昔になりました」「私が行くようなお店は本当に広々としてるんですね」「実質8人で食べていてもその物理的にというんでしょうか数学的にというんでしょうか、えー、一人で、えー、荒野の真ん中で私ガス えー、寂しく食事をしているようなそういう状態ですので決して3密ではございませんしソーシャルディスタンスも保っておりますご、えー、心配なさらないようにお願いいたしますそうですよね私ガースーが行く赤坂とか、えー、銀座とか、えー、日比谷とかここら辺のレストラン土地代高いですで正直言ってそんなにソーシャルディスタンスっ保ったらお店が家賃た払わなきゃいけません当然お会計も高くなります皆さん 私ガースの総理大臣としての給料だけでそれが賄えるのかどうかとかいろいろご心配なさっていると思いますご安心くださいあの昔ポケットの歌ってのがあってポケットを叩くとなんかどんどんビスケットが出てくるっていう歌があったと思うんですが私ガースポケットを持っておりますそうです皆様の、えー、官房機密費でございますこれ領収書いりませんですから私ガース えー、どんなにですね高級なレストラン行っても、えー、無尽蔵にお金は使えるわけでございます。え官房機密費を管理しているのは官房長官なのではないか大丈夫です。私ガースが加藤さんは、えー、任命してますので「加藤君これね」って言うと加藤さんが「総理どうぞ」って殺到をださいます。 私が受け取るのではありません。私は秘書官が全てそれをやってくださっています。私、ガースーはお金には一切触れません。そのようなことは全部官房機密費の金庫から私の秘書官が持って行ってお店の方への支払いもしてくださるわけです。私、ガースーはレストーの方にとっては大変乗客です。何も言わず、どんな請求でも,もう水点で官房機密費の方から払わせていただいております。それだけ、えー、潤沢に これは国政をです、ね、円滑に進めるために、えー、必要な潤滑剤、えー、これががないとです、ね、国政がうまく進みまくすせん。えー、例えば私ガ、えース私のことをですねメディアで批判さ,さってるような方も、えー、会社にお呼びします。そうするとやっぱり人間というのは不思議なもので一度会った人に対しては「お菅さんもそんな悪い人じゃなかったね」ってまあ知らず知らずのうちにですね、えー、筆が鈍ると言いますか。 そんんななななに鋭いいここととと書かれなくなるるうこともあるわけなんですですから私ガ、えース官房機密費をですね原資といたしまして、えー、私のことを、えー、鋭く批判するような政治評論家の方そういう先生方ともですねお目にかかって私ガースのこの心からのおもてなし官房機密費によるですねソーシャルディスタンスを保った、えー、白トリュフや英語、えー、ランクのビーフや えー、それから、えー、もうその他はもうありたらえゆる、えー、フォアグラとかキャビアとかですねありたらえゆる高級食材を、えー、使いました、えー、そういう素晴らしい料理をご提供してですね私ガス国家のために粉骨再生粉骨再審しているところでございますこれ先日模擬ー,ーがですねこれを言えなくてまた今も言えたら粉骨再生でいいんですかねはい私ガス粉骨再生していただいております。 ありりがたたく使わせていただいていいだおりま,す、えー、まあ冒頭にも申し上げましたが私の支持率大変下がって本当に申し訳ございませんあのー、私の懐いたすところなんですけどしつこいようですけれども立憲民主党の、えー、支持率 <laughs> よりも高いです私の機密費ってさっき言いましたがね私の支持率 <laughs> 機密費は下がっておりません私の支持率支持率はあのー、下がったとは言いながら 立憲民主党の、えー、支持率よりは高いですですのでね、えー、私の支持率が立憲民主党の支持率を下回るようなことになるとこれは確かに政権の危機かもしれませんさらにですね、えー、日本共産党の支持率を下回るようなことになったら本当にこれは日本の場合でございますですから、えー、私ガース、えー、決して支持率私の支持率が令和新選組の支持率を下がらないようにそれだけには気をつけてこれからも官房機密費をうまく使って えー、夜の会食を重ねていきたいんですが、さすがにですね、私、ガ、えース、皆さんのご批判を受けまして、えー、夜の会食、控えております、はい。これは思っていなくて、裏でも控えております。まあ、一国の総理が、ズーム飲み会をするというのはどうなのかと、こういうこともありますしね、えー、私、ガース、今はただ耐える、これからしばらくは耐える、私、ガース、苦節、何十年でございます。 耐えることには慣れておりますただ官房長官の時にいろいろいい思いをいたしましたので、えー、その時のあのちょっと調子こいたですね、えー、振る舞いを改めようと私ガースを持っています原点に帰ります秋田から帰ってき集団就職で出てきた私ガスその時の原点に戻れば必ずや必ずや、えー、国民の皆様の、えー、ご理解を得られるのではないかとそして国民の皆様のですね 生の声を聞くためにですね私が明日、えー、国民一人一人にお目にかかるわけにはいかないので、えー、国民の声をよく知ってらっしゃる、えー、会社の社長さんとかですね有名芸能人だとかあるいはその、えー、政治評論家の方ジャーナリストの方そういう国民のですね、えー、声をよく知ってらっしゃる方々とお目にかかることによって間接的に私が明日、えー、国民の、えー 声を拾っていいきたいと思いますそして最後に、えー、大変重要なことを忘れておりました、安倍前総理のことなんですけども、私が明日、安倍総理に、えー、7年半付き合えてまいりました、官房長官として、私もですね史上最高の官房長官だと言われることは大変嬉しく存じておりました。ですので、私が明日、安倍総理に仕える気持ち、今でもございます。ただですね、えー、私、立場も変わりまして、今や私が、えー、総理大臣でございます。 えー、加藤官房長官、この方、なかなかですね私が安倍総理に仕えてたようには、えー、私にまだ官房長官等が分かってらっしゃらないようで、仕、えー、えてくださらない、えー、ようでございます、仕、えー、えてくれないと、今度の内閣改造では、ひょっとしたら加藤さん、答えもあるぞみたいなことも、あのーですね、杉田副長官を通して、支、あのー、支えたりもするんですけど、それを加藤さんが受け入れてくれるかどうか。 まあ、加藤さんのようなエリートの方はですね、えー、私のように叩き上げもう粉骨再振この正解をのし上がってきた男の気持ちが分かるか私はあの豊臣秀吉になれるけども加藤さんは豊臣秀吉になれるのかという、まあ、そういう日吉丸の気持ちがあるわけでございますがまあそれは置いといてですねその私が仕えてきた安倍総理今ちょっといろいろとえー 大変なななことにっってらっしゃるようなんですただ私としてはですね、えー、国民の皆様に対する説明責任もあると、それを安倍元総理も果たしていただきたいと、ですから私、ガスとしてはですね、まあ、安倍総理、えー、いろいろご説明なさる必要があるんでしょうし、まあ、国会でもですね、えー、そういうことをご説明なさってくださった方がいいのかなと思うわけでございますが、えー、私が、ガあの安倍総理を国会に承知すると。 またです、ね、野党の皆様が調子づきますし、えー、安倍総理にとってもお気の毒ですので何らかの形で国会でお話を伺うとそういうことを、えー、私、えー、ガスちゃんと説明責任を果たしているぞとそういうことで私の支持率もさすが、ね、に立憲民主党を下回るとこれは困ることなんで立憲民主党の5倍ぐらいの支持率は欲しいなと思ってるんですけども、まあ、同時にですねなんか一部安倍さんがまた 帰りたくんじゃないかと二度お腹が痛くなってですねおやめになられた、えー、本当にそこは病気はお気の毒で治していただきたいんですけどもその総理がまた、えー、安倍さんが戻ってこられるとてなのは私がせっかく手に入れた総理大臣の地位やはり7年半と言わなくてもせめて10年、えー、やりたいなと思っておりますので、えー、安倍さんがそういうふうな気を起こさないようにですね、えー、十分おもしあ面白いあ面白いです、えー いで、えー、でもないですね私があすすいませんボキャブラリーがの選択が間違っておりますさえつけて押さえつけてるじゃないですねあの安倍さんに身の程を脇間違いなの何言ってるんですか私が明日、ねえースね、まあ、そういうことで、えー、安倍さん安倍総理も元総理も、えー、国会に呼んでいただきたいなと世間もですね安倍総理というのになりすぎて私があすが あの総理やってるってことについてまだまだ慣れてらっしゃらない方が多,いんです多かったんですけどもようやく最近だってね、えー、菅総理というような言い方も、えー、慣れてこられたようなんでこの状態をなるべく長く続けたいとまた安倍総理の時代に戻るのは私がすちょっとまたですね、えー、今さ官房長官もできないなというふうに思ってらっしゃる思ってるので。 えー、なるべく安倍さんを押さえ,えつけてじゃなくて、ですね、えー、安倍さんにはおとなしくしていただこうかなと、ゆっくりですねお休みいただくのがいいのかなと、私が明日、このように思っております。ということで、えー、決して、えー、私の支持率が、立憲民主党の支持率を下がらないように、下回らないように、私が明日、精進しております。またたこれからも官房機密費を使ってでですねソーシャルディスススタンンに、えー、配慮した超高級レストランで えー、国民の声を聞くために、えー、上級国民の方々とですね、えー、お話しすることによって間接的に、えー、幅広い国民の皆様の、えー、ご意見を伺いたいと思いますこの、えー、ガスヨシーデ菅ヨシデ、えーデ日本国のためにこれからも全力で頑張っていく所存でございますよろしくお願いいたしますあこれでいいですか終わりましたかマイク外しますね 今日の会食はどこもバレないようにマスコミバレないように裏口会入るんだね。あねまたほら秘あのちょっと加藤官房長官のとこに行って今日はちょっといろいろ来るから5レガ必要かなあの50じゃない分かってる500だからな分かってるなあじゃあ行きますじゃあお疲れ様でした。